にちは。こんにちは。ずんです。今日は疲労ゴルフインパクトに来ています。インストラクターの後藤先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。すでに見た方も多いとは思うんですけど、昨年公開した非力な人でも簡単に飛ばせる飛ばしの秘訣を教えてもらったっていう動画が公開されてるんですけど、はい、今日で53万再生回数、びっくりですよ。かなり再生されてるんですけど先生の理論、はいはい、教えてくださった先生の理論に対して結構批判的なコメントが、はい、まあまあまあ、はい、多くありまして、はい、まあ、ちょっとそのコメントを読みながら、まあ、先生にいろいろとそのコメントに対して解説、はい、あとまあ説明、なるほど、していただけたらなと思います。わかりました、はい、前回話した内容も結構簡略化してお話ししたところも多かったので、はい、そこをちょっと詳しくお話しできればなとは思います。はい、はい、先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速コメントを読んでいきたいと思います。はい、はい、緊張する非力な人ほど疲れやすいんですから、体を使ってしっかり重心移動を覚えないと安定しないと思います。手打ちの癖をつけてしまうと簡単に戻せませんよ。はい、なるほどなるほどなるほど、はい、どうですかこれに対して。まず最初に言いたいのが、うん、はい、多分皆さんの中で手打ちイコールダメっていう、うんうんうん、その感じがあると思うんですよ。はい、全体的にそういうコメントですね。ですね、はい、まずそこをちょっと変えてほしいなっていうところがあります、うん、今までは結構手打ちがダメだっていうのが多かったんですね、そうですね、はい、ただ僕がこの前言った手打ちの感じで打っていく、うん、手を使って打っていくっていうのは決して悪い意味の手打ちではないよっていうのは知ってほしいなと思います。はい、はい、じゃあ、うん、今言った手打ちがなぜダメじゃないか、体をもちろん体って使った方がいいんですよ、うん、使えた方がいいんですけども、じゃあどうやって使うのが正しいかっていうのをちょっと説明していきます。はい、まず使い方ね。そうです、はい、まず、はい、手打ちってどんなイメージですか。うん、手打ち、まあ、ざっくり言うと、ざっくり言うと、まあ、体を使わないで手だけ打つみたいな、はい、っていう感じですよね。そうですね、多分皆さんが想像してるのも、うん、こっからみたいな感じかなって思うんですけども、前回の動画でお話しした内容ですごい簡単に言うと、下半身を踏ん張って手を早く振ろうっていうお話だったんですね、はいはい、で、手打ち、手を振るってなってきた時に体は使えてないんじゃないかっていうお話、質問だと思うんですけども、やってもらった順さんは分かると思うんですけども、はい、そうですね、下半身踏ん張った時って、うん、踏ん張った方がしんどくないですか。しんどいですね。今までみたいにこう上げて体重を右から左へドーンって移動していくっていう形よりも、手をビュンって振るのに対して下半身を踏ん張ってた方が下半身ってしんどいんですよ。で、しんどいってどういうことかっていうと、そっちの方が筋力って使ってるんじゃないの。で、筋力を、下半身の筋力をそっちの方が使ってるのに、これって手打ちなの、うん、でちょっとなってきちゃうんですよね。なるほど、はい、なので、はい、もちろん前回もお話したんですけど、筋力がある方とかはある程度動かしても、うん、手の力でバーンって球を大きく持っていくことができるんですけども、はい、筋力のない方、特に女性とか、ね、ご年配の方とかはしっかり下半身を踏ん張った状態で、うん、この大きい筋肉の下半身をしっかり土台として踏ん張って使ってる状態でヘッドをビュンって走らせる動きをしていった方がいいんじゃないですか、うん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 、だから今まで良くないって言われていた手打ちっておそらく手と一緒に体も実は、うん、はいはい、動いてる感じの方が多かったりとか、まあもっと触れない感じの手打ちが多いので、
誤解されがちなんですけども、うん、手打ちは手打ちでも悪くない手打ちもあるっていうことを知ってほしいなって、うん、私も結構手振る派なので、はい、最初の頃とか、はい、やっぱ手上げて戻せてなくて体の右側とかで打ったりとか、はいはいはい、手も一緒に回して、はい、なんだろう、手も一緒に回してじゃないんだよ。わかります。なんかこう手が出ちゃうみたいな、はいはいはい、これが手打ちなのかな。そうですね、手打ちっぽいですよね。そうそう、出ちゃうんで、はい、やっぱこう戻す、はい、体の前で打つっていうのに手を振った方がいいよって私は結構なんか理解はしてるんですけど、うん、まあね、一回やってみてもらった方がいいかな。そうなんですよ、なんかこれ難しいな、なんて伝えればいいのかな。そうですね、まあでもね、これで伝えられないと僕ダメだと思うんで。そうですね、難しいですね、はい、分かりました。じゃあ次のコメントにね、はい、行ってみたいと思います。全く飛距離の改善がなされてませんね。その打ち方じゃチーピン、はい、チョロ、はい、何でも出ますよ。はい、はい、でそしてチーピン時刻になりますっていう、こう2つのコメントがあるんですけど、はい、方向性はダメになってしまうんですか、これは。チーピンも出るのかな、どうなんでしょう。ボールがこれをやることによって曲がってしまうっていうのはできるだけないようにしたいです。うんうんうん、てか僕はこれの方が曲がらないんじゃないかなと思っています。で、まあ今の質問にあったようにチーピン地獄になっちゃうとか、はい、チョロが出ちゃう、うんうん、まあ今回チーピンですかね。チーピンってあのバーンって打った球が左にギュインっていっちゃう球のことなんですけども、なぜ多分この質問者さんがそう思われたかってちょっと構えて、さ前回さっき言った手打ちですね。手打ちって構えてあげてポンとヘッドを返すっていう話をしたじゃないですか。ヘッドを返していくとクラブっていうのをバーンってこう閉じるので、どうしても左にボールが行っちゃうでしょって、はい、そりゃそうでしょっていうことだと思うんですね、はい、ただこの手を返す動きってあくまでも手を返すっていう動きとこのクラブを振っていく軌道っていうのが関係してきて、チーピン、皆さんが言ってるチーピンっていうのはこの面を返すっていう動きとクラブを思いっきり左に振り抜いちゃうっていう動きが重なった時に出るんですよ。うんうんうん、でこの左に引っ張っちゃうっていう動きって下半身が、そう今これ見えてないかな。バーンってやるじゃないですか。ってなった時って右足動きません？動きます。要は左にバーンって引っ張る時って右足が動きやすいんですよ。うん、でベタ足だよっていう。下半身を止めてね。そう、下半身を止めて打っていかなきゃいけない。こうやって打てば。そう、クラブって左に振り抜きにくいよね。こそうですね。そう、もうこれを同時にこうするから。そういうことです。そういうことです。チーピンが出るよってことですね。それで下半身を止めてヘッドを返すことによってチーピンっていうのは出にくくなるよっていうふうに言ってたんですけども、実はその時もう一個だけチーピンが出なくなる方法があるんですけども、それをまあお伝えしてなかったんですね。あ、そうなんですね。時間の関係上とでも言っておきましょうか。でも結構ねチーピン悩んでる方いるので。そうですよね。僕が思うチーピンが出る理由って、はい、一つは今言ったクラブと体がもう全部左に振り抜いちゃうっていう形が一つと、もう一つは体が止まっていても、うん、手元が離れちゃう。あ、こうね。ね、うん、こうというよりかはポーンって返してきた時に、これ今僕の返しはこうです、はい、こうですね。この返しが手元がこう離れちゃう人、こう、そう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 、あ、返しっていうとこう、ね、そういうイメージになっちゃう方が多いんですよ。あ、うん、だってこれだって返してるやんって言われたら、うん、確かに返してるってなるんですよ。なるほどね。だけども
今見てもらうと分かるようにこれフェース面ありますよね。ポーンと体の近くで返してると基本フェース面ってあんまりかぶりにくい手が、けどもこのフェース面手が離れれば離れるほどどん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 下向いていくんですよ、はいはい、下って要は左ですよ、だからそう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 、ボールがギュインって左に行きやすくなる、そうこうやってやるからそういうことです。へえ、チュンさんは結構ね綺麗なんですよ。私 GP はねあんまりない、そうですよね、出ないタイプ、出ないですね。そうだからジュンさんみたいに腕がピシンって結構伸びていくタイプの人はあんま GP って出にくいですけども、返しとかでとか体が硬い人とかかな、左肘をこうポーンって曲げちゃう人って結構チーピンが出やすくなってきちゃう、きちゃいやすいので、畳める人ね、そう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 、畳むことが別に悪いわけではないです、これ全然いいんですけども、畳んだ時に手っていうのがポーンとこうやって離れちゃうとクラブがどん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 左に行っちゃうんで、下向いてかぶってしまうので、できるだけこれも畳んでいいから体の近くで畳めるっていう風になってくるとチーピンは出なくなる。なので分かってほしいのは、手を返す手打ちっていう動きにチ、はい、イコールチーピンではないよと、他の要素もあってのチーピンが出てるよってことですね。そうなんです、そう、みんなだからあんまり返しのこと悪く言わないでください。手をこう振るとか返すっていうところの問題だけじゃない、そうですね、ですね、はい、それでももうチーピンが出るっていうことは、うん、出るっていう人はもう何でも直接聞きに来てください、はい、あとはなんかずっと違うところ、そうですね、絶対にチーピンは直してみせるんで、おー、はい、チーピンね、お悩みの人って結構本当に多い、多いですね、はい、うんうんうん、ありがとうございます、はい、次1つ目、はい、年点差ができると言っていますが、はい、この打ち方の年点差ってどこの年点差、下半身指導での年点差と違いますかね、うん、2個目、うん、大きい筋肉使わなきゃダメでしょ、はいはいはい、年点差の説明って、まあ、ちょっとしてたと思うんですけど、うん、ちょっとでも流れの中で年点って言葉をちょっと使っちゃったかな、うん、前回の動画では、はい、あとは今のコメントで言うと、はい、まあ、大きい筋肉を使わないとダメでしょっていうのは、うん、正直言うと最初今日1個目の質問の手打ちじゃないのっていうところで、はい、これって下半身使ってないっていうところで、下半身って大きい筋肉だよねっていうところにつながってくるので、はい、そこで大丈夫なんですかね。そうですね、はい、で年点差、年点差に関してなんですけども、はい、あの動画内で僕が言っていた年点って構えて、上げる、ここの捻点と、下半身止まってるここの捻点と、振った後のここの捻点、まあここまでかな、ここの捻点、体柔らかいです、僕結構柔らかいです、そう、だからあんまり説得力なくなってくるかもしれないですけど、ここのね、ここまででいいです、ここの捻点のことをちょっと言ってます。脇、そうですね、脇と、で一番のところって下半身を踏ん張ってって言ってたんで、はい、そう、要はものすごく簡単に言うと下半身を踏ん張らないと、はい、こう上がってあこうなっていくのは力出ないよっていうことが言いたかった、はいはい、うん、下半身と上半身っていうのがクラブと一緒に同じ方向に動いて同じ方向で降りてきて同じ方向でフォローしていく、うん、ってなるとこれって捻点差っていうところがないんですよね、はい、下半身と上半身、はい、なのでこの下半身を止めることによって下半身と上半身のここの捻点差をしっかり作れるようになりますよっていうところかなと思います、はいはい、大丈夫、はい、ちなみにここに、はい、そのコメントに、はい、下半身指導での捻点差とは違いますよねってあるんですけど、はい、下半身指導ってどういうやり方のことを言うんですか、うん、
まず結論から言うと、はいはい、僕のは下半身指導の捻転差ではない、おそらくない、うんうんうん、で、この質問者さんが言ってる下半身指導の捻転って構えて上げてよく言われるボディーターンですよね。こっからあーそれねってやっていくと、今僕の下半身の腰に対してクラブ上半身がこっち側にあるんで、ここで下半身がこう上半身がこうっていう捻転差がはいはいはいできている。これからおそらく下半身指導、うん、質問者さんが言ってる下半身指導の捻転なのかなって思うんですけども、どっちかっていうとこれとは違う。そうですよね。そう、今の下半身指導の動きだとどうしてもやってみたら分かると思うんですけど、この辺結構しんどいはずなんです。いや、ね、手が戻ってこなくて結局あのスライス出て、まあなんか悲しいことになるから、ね、私はどっちかっていうと手を振ってストレートボール出すっていう感じでやってはいます。ですよね、はい、なので結構女性とか年配の方とかはどうしても腰からグッて行こうとすると、うん、もうここから手の力でクラブを戻してくることがちょっと困難になってくる。要は構えてあげてグッて行って、こっからはもう手の力で手と下半身のこの引っ張り捻転差の力でバンって振っていかなきゃいけないんですけども、めっちゃ我慢、ここら辺まで我慢しないと。そうですね、いけなくなりますよね。よりかは先に捻転を作っちゃって、うん、下半身止めて上半身捻転作っちゃって、この高い位置から重力を使って、うんうん、ストンって下ろしてきた方がまだ楽じゃないかなっていう、そうですね、ところが、まあ、非力でも飛ばせるっていうところ、うん、ポイントかなと思います。今回はね、非力な方っていう、はい、力のない方が飛ばせるようになるっていうことです、うん、まあでもどうだろうな、飛距離に悩んでるっていう方は皆さん試してみてもらうと、うん、距離伸びる可能性はあると思うので、うんうんうん、いろいろ試してやってみてほしいなと思います。はい、はい、皆さんね、分かっていただけたかどうかはちょっと分からないですけど、まあ、この動画を見て、まあ、少しでも理解していただけたらなと思います。はい、はい、このコメント返しっていうんですか、これコメント返し動画っていうんですかとかもういつまで続くかは分からないですけども、そうですね、これ続くことよりも批判コメントがなくなることの方が僕は嬉しいのでそうですね、まあ、批判よりももっとなんか質問っていう感じでね、もらえればいいですよね。何かあれば答えられるものであれば答えたいなと思いますので、いろいろなね、機会があれば、いろいろなね、理論がありますから、はい、まあ、皆さんそれぞれあった理論とかでやっていただければいいです。ただ今回この質問してきていただいた方々の言っていることって別に間違っているわけではない。そうですよね、はい、そういう理論もあるし、今までって手打ちはダメだ、ボディ、体をひねってボディーターンで腰で打っていけっていう風に言われていたので、うん、その理論が間違いではないっていうのはもちろんあるんですけども、まあ、クラブも変わってないし、ね、僕はこういう手を使った打ち方で飛ばしていきたいなと思ってます、はい、前回の動画出した時に、はい、これを見て来てくださった方がなんか何人かいらっしゃるって伺ったんですけど、びっくりしました。こんなにリンゴルフってすごいのかっていう皆さんも、ね、気になったらぜひこの疲労ゴルフインパクトに来て、はい、まあ、後藤先生に教えてもらってください。何でも気軽に質問してきてください。はい、先生ありがとうございました。ありがとうございました